力がある感じになると思いますけどね。なんか本当はもっと大盤で行きたかったんですけど、一応まあ最大こんな感じで、うん、はい、うん、まあ、ようやられてくれたね。ああ、いやいや、そんな、本当はもっと早く、メガネは取ってないろうね。これはね、安物だけどね、それもなかなかニューヨーク行くときにね、こっちこっちをチンバにしてね、遠くも近くもこう見えるというふうにしていたけど、ノーマルだった。あ、でもなんか、ちょっと今風なおしゃれじゃないですか。そうですね、こっちはね、まあ、金眼と円眼の焦点が無焦点です。あ、これは本名の女にはええわけ。まあ、あのこう写真写りの時とか、まあ、両方で撮ってみたいな感じで、ね、現場で掛け替えて、ね、いろいろ撮ってみて、これでもいいかね。おしゃれじゃないですか、うん、今風な、なんか、はい、アイカーショーみたいな感じで。ね、そのそもうそろそろしよったらどんなもん聞いていただけとねって聞くやろか。ああ、そうですね、なんかおしゃれな、いや、というかまああまりこう何と言いますかね、あの高知の現代美術を牽引した高崎元直さんが今日亡くなりました。94歳でした。絵を描いて見せるんじゃなくて、見た人にその人の絵を描かすと。現在県立美術館で新作を集めた展示会を開催中の現代美術作家高崎元直さんが今日未明、心不全のため高知市内の病院で亡くなりました。94歳でした。高崎さんは1923年に現在の香美市に生まれ、東京の美術学校で彫刻を学んだ後、母校の土佐高校で教鞭を取りながら創作活動を続けていました。チャレンジ精神に満ちた高崎さんの作品は国立新美術館やニューヨークのグッゲンハイム美術館にも展示され、国の内外で高い評価を得ていました。高崎さんの創作意欲は94歳になっても衰えず、1ヶ月ほど前に体調を崩し入院する間際まで作品作りに没頭していたということです。まあ、僕としてはこんな生き方が唯一の生き方だったから、いろいろかなり怒られたりしても仕方がないんだよね。現在開催中の新作展破壊は県立美術館で来月23日まで予定通り開かれています。